こんばんは、夜さんです。今回は、あんま家から出ない人の、健康管理について、語りたいと思うんですけども、やることはすごくシンプルなんですけど、スタンディングデスクっていうのがあるんですよね。高さはだいたい1メートルから1メートル10センチぐらいまで上げられるんですけど、で、その上にパソコンとか置いて、作業をするっていうもんなんですよね。で、それを使うと何がいいかっていうと、とりあえず立ちながらゲームやったりとか、あとは立ちながら YouTube とかで動画見るんですよね。で、とりあえずなんぼでも好きなだけゲームやっていいですし、動画見ても構わないです。だけども、立っていることによって日常活動量っていうものが増すんですよね。で、それがどうなるかっていうと、今まで俺の経験上、座ってパソコンを使ってた時は、体脂肪率が21とか22とかあったんですよね。だけども、スタンディングデスクに変えてゲームとか、動画とか見ているように切り替えてからは、体脂肪率が今現在で多分13%ぐらいかなっていうぐらいなんですよね。だから、あと1個ポンって机買っておいたら、すぐ健康的な体を取り戻せんでいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、どのデスク選んだらいいかっていうおすすめは、組み立てが簡単なやつがいいです。いろいろあるらしいんですけども、組み立て時間の目安っていうのが、Amazon では書いてるんですよね。で、組み立て簡単って書いてあるやつと、あと俺が個人的にいいなと思ってるのは電動で動くやつなんですよね。で、電動で動くやつは1センチ単位でビーってスイッチを押したら上がったり下がったりできるんで、例えば100センチにして、ちょっと同じ姿勢で腰が痛いなって思った場合は5センチ上げるんですよね。で、そうすることによって違う姿勢になるんで、あんま体の同じ姿勢でいることがなくなるんで、腰とか肩とか悪くしにくいかなっていうふうに思います。で、スタンディングデスクを使う時の注意点が一つあるんですけども、さすがに立っているとはいえ、同じ姿勢でゲームをやるってことはやっぱりその分動かないから肩は凝ります。なので、トイレに1回立った時には腕立て伏せ10回とかスクワット10回とかっていうふうにしたら、1時間に1回動くってことですね。要は同じ姿勢でいないってことは、座るにしてても立ってるにしてても念頭に入れていただければと思います。ではありがとうございました。